モ取神社は、香川県東香川市にある神社である。山和ととひももそひ命を祀る。式内社で、旧社格は、県社。与田川の右岸、大内ダムにほど近い山裾に鎮座する。大加古代明神とも言う。背後の社僧は、香川県の自然環境保全地域になっており、境内の祈り杉は、県の保存儀に指定されている。社殿によると、 祭神山和ととひももそ姫は、八歳の時、高齢天皇の黒田の宮を出られ、うつぼ船にて、この地に漂着されたという。百重ね姫は未来を予知する呪術に優れ、日照に苦しむ、人々のために雨を降らせ、水源を教え、水路を開き米作りを助けた。神社裏山に御両がある。本殿祭神、山和ととひももそ姫命。本殿右手には、 祭神の母、和国公姫命を祀る国玉神社。本殿広報には、祭神の父、高齢天皇を祀る高齢神社。なお、祭神については、いくつかの遺説もある。天挙、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館所有者別、総合目録、名称創作員、統計資料による。 2001年以降の変化については個別に中期。転居香川県教育委員会サイト、高松自動車道の白鳥大内インターチェンジを降りて、車で約10分、香川県道129号線沿いにある。本県の文化財指定履歴は以下の通り。ありがとうございます。